今日は今めっちゃ流行ってる「あなたの番です」っていうドラマの考察がペロはできてしまったので、それを動画にしていこうと思います。名探偵ペロあなたの番ですは今2クール目に入ってるドラマなんだけど、どんな内容かっていうと、殺人ゲームをするっていうドラマで、まあざっくり言うとね。でその殺人ゲームをする前に番組の中で人狼ゲームをしてたの。このあなたの番ですの殺人ゲームはこれ人狼ゲームだと思うのね。結論から言うと、このあなたの番ですの人狼は翔太くん。翔太くんは二重人格の持ち主っていうのがドラマの至るところから出てきてて、うまいこと人狼なのを隠して人間っぽくいるんだけど、本当は人狼っていうのがドラマのところどころのシーンで出てるの。それはワンクール目の最後のナナちゃんのパソコンを見てる時に、寝る前と寝た後で服とかドアとかデスクに置いてある書類とかが全然変わってるの。それは寝てる間にもう一つの翔太くんの人格が勝手に動いて行動してるから、翔太くんが気づいてないもう一つの人格の時に殺してるから、第一発見者が翔太くんのことが多い。で何よりも証拠となるのが、人狼ゲームってピースが人間のサインで、ニコニコのポーズが人狼のサインなの。翔太くんはドラマの中でこの人狼のサインをしてるのね。でナナちゃんもメモとかに残してる筆跡が2種類あったりとか、首につけてるネックレスの形が違ったりとか、ナナちゃんはもう本当に主人公中の主人公なのにワンクール目の最後に死んじゃってたりとか、なのに2期のポスターにはいるし、オープニングの映像にも死んでないような顔写真の貼り方がされてるので、ナナちゃんもちょっとこれは双子説なのかあんまよくわかんないけど、その説があって、翔太くんもナナちゃんも二重人格と双子説で、二人ともその疑いがあるんだけど、そこでナナちゃんじゃない理由は、ナナちゃんは2クール目のポスターでピースサインをしてるの。これは人間を表すサインだから、翔太くんもナナちゃんも同じように怪しさを残してるんだけど、ピースをしてる人間であることを証明してるナナちゃんは人狼じゃなくて人間で、この人狼のサインをしてる翔太くんは人狼。ペロはね、普段ドラマ見ないんだけど、初めての舞台をやらせてもらってたんだけど、舞台をやるにあたってちょっとお芝居を見ようって思ったのと、ペロ推しの女の子に、なんかペロがホラー映画とかホラゲとかホワイ系の映画が好きなんだよねっていう話をしたら、あなたの番ですっていうやつが見るの怖いんだよねみたいな話をしてきた子がいて、でそれを聞いてすぐに見始めたの。でも 3,4 話くらいまで見たら先が気になりすぎて、途中で1週間待つっていうのができなくて、ただ6月の下旬くらいにもう全部終わりましたみたいな感じだったの。あ、全部終わったと思って見ようと思って、もうガーって一気に見たのね。そしたらなんか、あれ何この終わり方超微妙じゃないって思ったら、2クールあるってなって、ここまで来たらリアタイで見ようと思って今リアタイで見てるんだけど、今やってるあなたの番です、本当に面白いから、見てない人とかいたら、いや見てない人がこの動画見たらもう思いっきりなんかネタバレになってるけど、今謝っても仕方がないんだけど見ちゃったから、すごい面白いし、まだこれが正解か分かんなくて、いろいろ黒島ちゃんが犯人説とか、ミキハちゃんが犯人説とか、いろんな考察も出てて、何が合ってるか分かんないし、どの人も伏線を張り巡らせてるから、今から見てもすごい面白いと思うからおすすめ。3年 A 組も見てたんだけど、3年 A 組と同じくらいハマっててすごい面白いから、よかったら見てみてください。じゃあ今日は真面目なペロでした。バイバーイ。行けたら行く、大人になったって夢は叶えちゃって確率先輩。